ロレックスのオイスターパーペチュアルですね。まあ、これは、リファレンスで言うと、6075ですね。まあ、セカンドモデルと言われているモデルですけど、まあ、最初期モデルの一つだということですね。1950年、まあ、戦後ですよね、に開発された、ロレックスのデイトジャストの初期も、最初期モデルの一つですね。で、この、リファレンスで言うと6075がエンジンターンドベゼルですね。エンジンベゼル。で、6074がギザベゼル。通称ね。で、普通、まあ、ロレックスはフルテッドモデル、ベゼルって言いますけど、フルテッドベゼルなわけですね。で、あと二つ。リファレンスで言うと5030っていうのと5031っていうのの四つが出るんですけれども、まあ、この4つが、一応、まあ、セカンドモデルに当たるんですね。ファーストモデルは、4467。で、4467っていうのは、すごく不思議なモデルで、ケース構造が3ピースと2ピースと2つありまして、で、機械もちょっとさ違う機械入ってるんですよね、それは。だから実験的な、まあ、モデルだったんじゃないかなと思う。1947年ぐらい。まあ、ロレックスで言うと、1945年に開発したってことになってるんで、開発してるんですけれども。だから、まあ、その実験的なモデルの4467は、機械も2種類入ってて、時計の構造も2ピースと3ピースになるわけですね。で、A の285、A の296と、2つ機械入ってるんですけど、で、この、まあ、実質的なこのデイトジャストのファーストモデルのこれからが機械が A の296キャリバー740ですね。これに変わるんですけど、これ A の296とかどういうふうに言うかっつうと、ジータのサイズなんですね。29.6 ミリです。だから 29.6 ミリのジータに変わるわけですね。こう大きな機械、ケース、ジータに変わるんですけれども、まだまだでもバブルバックの影響はすごい受けてて、この、まず、日付はですね、これは、オールレッドです。オール赤。赤黒じゃないです。オール赤になってます。これはですね、赤黒もあると思うんですけども、これは一応オール赤ですね。で、クロノメーターはスーパーレイティブありません。まあ当然っちゃ当然ですけど、この時代に、まだスーパーレイティブはありませんね。で、1950年ですので、リューズも、スーパーオイスターになります。で、まあ、まあ特徴的なよくビッグバブルって言われるんですけど、この裏蓋ですね。まあ、めちゃくちゃ熱いです。もうめちゃくちゃ熱いです。これなんでかっつうと、日付がジータの上に入り、で、センターセコンドで裏蓋、あ、ローターが、入ってますので、センターセコンドで出車になり、で、そこにカバーをして、で、ローターを入れてますんで、めちゃくちゃ熱いです。裏蓋がね、ボコンって出てます。イタリアで言うとオビットン、まあ、英語で言うとビッグバブルになりますけど。ただですね、このまあ、もうほとんどデイトジャストの原型なんですけれども、サイクロプレーンズはまだつきませんね、この時代は。で、原型なんですけど。ただですね、ロレックスはやっぱりこの、ブレスと本体の、この、設置の技術がすごくいいんで、違和感がないんですね、腕にしてても。そこはですね、素晴らしいところで、まあ今でも十分こう使えるっちゃ使えるんですよね。まあ使えます、本当に。全然違和感ないです。もうこれぐらいになってくると、もう今のデイストジャストと、サイズ的にほぼ同じですし、すごい使いやすいですよね。で、これは多分もうこの時代はロレックスがアメリカ向けの主力製品として販売したものだと思いますね。はい。リファレンス6075。デイトジャストの最初期モデルの一つですね。で、これはもうちょっと後で機械開けてみます。A の296。もう大きくなった NA の機械がどういう感じかちょっとお見せします。